2016年6月の運勢をお知らせいたします。開運セラピストの美翔です。強みを伝える智翔です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。三碧木星さんの勝利は雷、雷のように何事もいきなりものすごい勢いで、この言葉がぴったりの三碧木星のあなた、好奇心旺盛で言ったら九星の中でも一番でしょうね。考えるよりも先に行動しちゃう、行動してから考える人です。草木がすくすく育つイメージも三碧木星のあなたそのものです。まず行動なので失敗もたくさんあります。でも引き取れないのが三碧木星のあなた。ただ草木ですので、豪雨や暴風雨に耐える強さはないんです。意外に優しく、ナイーブな要素も持ち合わせているあなたです。その三碧木星のあなたの6月は、一泊水星の素敵なところと、豪雨土星の気をつけなくちゃいけないところを受け取る1ヶ月となります。では、どんな一時になりますか？はい。6月は自分の中の元気の元が少なくなってしまった状態になります。ですので、自分自身にガソリンを入れる月と思ってくれたら分かりやすいかな。流れに身を任せて、現状維持がとても大切です。新たなチャレンジや新しい出会いを求めずに、今ある大切なもの、こと、人をさらに大切にする1ヶ月にしてください。何をするにも、まず深呼吸して穏やかになってから行動することが大切です。と言われると、ちょっとおとなしくしておきましょうねってことですか？まさにそうです。何かあった時に人に頼ったり甘えたりしてもうまく運んでいかないので、自分自身で解決することを意識してほしいなって思います。ではそうするとどうなりますか？自分で解決していくことで大ごとにならずに済みます。今月は自分の時間を大切に、自分自身磨きに時間を割くのが良いですね。そうですね。では他に気をつけることってありますか？はい、あります。口は災いのもとと言います。いつも以上に自分が発する言葉を意識して、知らないうちに相手を傷つけたり不快にさせちゃう言葉を口から出さないように注意しましょうね。ガソリンをたっぷり入れる月を意識してくださいね。はい、では今月の三碧木星さんの運気カレンダーです、はい、この27日と7月4日にあるクモちゃんのライトルマークですね。こちらは立派と言います。物事が破れやすくなるとき、契約とか約束事が破れやすくなります。ちょっと注意してみてくださいね。あと7月、6月5日、16日、25日、4日にある剣のマーク、こちらは暗剣殺と言います。不意な出来事が起こりやすいとき、自分が原因ではなく外からの出来事にちょっと注意をしてみてください。あとこちらの炎のマーク、こちらはパワーの強いとき、何かを始めるとき、大事なことをするとき、この17日、26日、7月5日がいいかもしれません。あとこちらのお金のマークですね、8日、13日、22日、7月1日、こちらは金運がいいときです。貯金をするにもよるし、何かいいことにお金が使えそうですね。では、方位の方、よろしくお願いいたします。6月の三碧木星の、いい方位をお知らせしたいのですが、実は今月は、すべて、いいとも悪いとも言えない、状態となっています。今月は三碧木星さんは自分をチャージする月ですので、どこに出かけるのにも注意をして出かけるということを心がけてくださいね。以上になります。